ブレイズメス1990は2010年に、講段社から発売された、カイドウ・タケルの長編小説。本作と同じ講段社観光の研修医、セラの物語を描いた、ブラックペアン1988の2年後を描いた、続編。1990年の、東場大学医学部附属病院を舞台に、一人の、天才心臓外科医、天木幸彦の存在が主人公。 セラと登場台に波乱を引き起こす。小説現代2009年9月号から、ブレイズメス1991のタイトルで2010年4月号まで連載。2010年7月に単行本化。著者は執筆の契機として、下界、スマヒサヨシで執筆した時に自由に描けなかったためと語っている。また執筆にあたり、モナコでの取材も行っている。また、 本作の結末は、執筆の最中に1990年で話を区切った方が最善だという考えから、悩んだ末に物語を1991年まで進めずに区切ったものである国際学会に出席する柿谷に同伴して、フランスのニースに降り立ったセラ。セラには、院長の再起から学会に出席する心臓外科医。 天木幸彦にメッセージを届けるという匿名を帯びていた。学会をドタキャンした天木を探しに、カジノに足を運んだセラは天木を見つける。メッセージは、最期の構想である心臓手術専門の病院建設のため、総合外科学教室に招聘する胸のものだったが、金を市場とし自分の手術を受けさせるために患者にギャンブルをさせる天木は、 東条大学医学部全体の根底を揺るがしかねない存在だった。それでも、天城の主義に引き込まれたセラは特命を果たすため、天城とのギャンブルの末に、天城を説得することに成功する。その後、東条大学医学部に招聘された天城は、心臓手術専門の病院、スリジエハートセンターの着手を表明し、公開をはじめとした医師たちと、険悪な雰囲気となるが、 セラは、最期の命で、天城の身の回りの世話役となる。さらに天城は、次なる大きな一手を仕掛けるため、自ら確立した術式である、ダイレクトアナストモーシスを、東京国際学会での公開手術で披露することを、宣伝する。天城が自身を心よく思わない、反対分子を抑え込んだ末に、東場大学医学部の運命をかけた、公開手術が始まった。 ありがとうございます。